いきたいと思います。全然お疲れじゃないんです。昨日はね、遊びに行ってたんで、今日7時に起きたんですけど、7時に起きて、7時に起きてすぐにまたバタって寝ちゃったんや。二度寝しちゃって、すみません、本当にお待たせしました。さっき着替えてきましたよ。そのね、ツイッターのね、起きれてよかった。電話で起こしてもらいました。その私がね、なんか電波が見えてますか？見えてる？電波が悪かった、今。ものすごく。私はね、今日は宿題を終わらせないとやばくて、ほんまにやばい。めちゃめちゃ多いから。めっちゃ多いんです、本当に。皆さん、宿題は貯める派でしたか？ルーター頑張れ。一つもやってないです。なんか一つは中途半端なとこまでやりました。でもなんか宿題あんの知らんかったやつもあって、2教科くらい。やばい。やっぱりね、皆さんしていかない人とかもいるんですね。ねえ、ギリギリだよね。最初にやりきって遊び倒す子もいるよね。私はそれに憧れてきましたけど、もう高3になってました、気づいたら。なんでもう別にいいです。いいんですよ。すごい楽しかったんで、この夏休みは。声が低い。ほんまに頑張らなあかん。クーリンが学生だったこと忘れかけてた。ね。高3に見えないってよく言われてしまう。ねえ、ヨシミン課題してたよね。めっちゃ可愛かってんけど。めっちゃ可愛かった。え、マジ可愛かったけど、よしみん。パソコンでさ、こうやって、めっちゃ可愛かった。リプしちゃいました、よしみんが可愛すぎて。やらへんかったらな、別に多分怒られはしないんですけど、成績に響きますね。全部。その生徒に一人一人に喋りかける関心はないですよ。おそらくね。んで、そんなに多分生徒に関心ないんちゃうかな。
そんなもんじゃないですか高校って。なんか多分そんな感じだと思う。なんかもう一人一人が大人の自覚を持って頑張りましょうって感じじゃないですか高校って。やっぱりね、24の公園グル枠の当落今日だから、頑張れ、当たりもすようにやな。グループ枠か、グループ枠って結構あれですよね、枠少なめ。宿題代行してもらったこともありました。すごー、風来が代わりに宿題してくれなかったか。うん、してない。ふーちゃん、ライちゃんは寝ることと食べることと二人で喧嘩することしかしてません。あー、でも可愛い屋さんなので毎日癒してくれます。楽しそうに何かしてる姿、まだまだ子供な気もする。まあそれはね、そうなんです。そういうのがちょっと全力で楽しむ派なので、場が冷めるよ。そんな嫌やとか言ってたらあかん、絶対あかん。絶対楽しんだ方がいいですよね。常さん、ハートありがとうございます。今の時代はパソコンでやるの知らなかった。パソコンで提出とかもありますね。ありますね。高3の宿題はもうむずすぎて無理や。なんやろ、別にむずくなかった気する。なんか高3やからこそなんか簡単なやつやった気する。え、手元にない、もうなんかどっか行った。普通にほんまに探さなと思ってずっと探してなかった。やばいです。一回高校のロッカー行かなあかんかもしれん。もうやばい、やばい。ちねさん、ハートありがとうございます。多分最初からギフト読んでないかな。はちみつさん、バラありがとう。お花束や、花束ありがとう。答え、ま、高速丸写しで宿題してた。もう小学生、あ、小学生じゃないか、中学の時とかそんな。いやでも丸写しでもなんかもう写すより自分で解いた方が早い気する。うん、ほんまに。なんか答え見るとき、この子の見る工程がいるやん、こうやってこうやって。そのよりも自分でバババババと思う、早いよ。中学の宿題いまだに飛んでます。え、どういうこと、やってなく20代になったってこと。最近高校生が電子黒板使ってるのを見てびっくりした。何それ。あーあーあー、あのもうなんか黒板を消すのがめんどくさいから黒板にね貼るんです、ペターって。それを映し出すんですよ、プロジェクターで。そうそう、それかな、それのことやんな多分電子黒板って。でなんかそれ専用のペンで書いたりするんです。あのペンが書きにくい、書きにくいのあれ、ほんまにマジ書きにくい。仕事始まるから離脱。はーい。1+3とかではないやけど。今日一日でできそう。明日と明後日ある。今日と明日ある。今日と明日。今日と明日でなんとか終わらせたいなと思ってるんやけど。たまたま2日間オフ。寝起きから可愛い、いやさすがにやばい、むくんでるよね、ごめんね本当に。おはようツイートもできないだから、この後したいと思います。30分くらい配信しようかな。
皆さんの時はやっぱり普通の黒板でしたか？ピンクのチョークとかもあったんですか？そういうカラーチョークとかはあったんかな？まあ君に出会った頃から全てがラブコメに変わった。ちょっときめき宣伝部さんですか？かわいちさん、ジュースありがとうございます。ちょっとの飲み物飲みたいな。天才じゃん。あれ何の話したっけ。何の話じゃなきゃ天才でじゃんって。電子黒板とは何ぞやってなったよ。あれ貼ってるんや。そう黒板の上になんか白いやつを貼って、それ貼るのが上手い先生と苦手そうな先生に結構分かれますね。生徒に手伝ってもらう先生もいます。生徒に全部貼らせる生徒先生もいます。いろんな先生がいます。宿題終わったら何か予定してるの？なんもないです。なんもない。普通に宿題が最後の予定みたいな感じではある。そんなわけないわ。そんなことない。結構後半に世代交代前夜声入りましたね。あ、15分経った。早いな。今で15分。10時くらいまでじゃあしようかな。なんかね、そのね、白い貼るやつが簡単なやつやとバンって貼ってビーンって伸ばしたら貼れるやけど、でも小百合の教室にあるやつは、小百合の教室かな、いや、分からん、私の教室、マジで忘れた教室の感じ。なんかめちゃめちゃマグネットが弱いやつがあって、弱い上にぐちゃぐちゃのやつがあって、それはに当たったらやっぱり自分でマグネットとか持ってきた方がいいんですよ、先生は。強力なマグネットをね。けどないから、持ってないから先生。なんか教室にあるちょっとこんなマグネットとか無理やり使ってやってるんです。そう私が差し上げたいくらいですね、マグネット。もう何回も貼ってベロベロベロってなってはーって言って、先生がマグネット拾ってまた貼ってみたいなのがちょっとかわいそうやから、私がマグネット買おうかって思って、そんな何回もあるでしょって思って、そんなマグネット外れることあるんだから、強力な磁石こえたんが買おうかって、学校用に、その教室用に買おうかって思いながら見てます。ほんまにめちゃめちゃ私が思ってることやん。言ってましたね。多分他はそんな思ってる子いないと思います。買ってあげようかなんて、みんなこうやって英単語帳ずっと見てる、ずっと英単語帳見てるんでね。英単語帳見てますよ。ピンクのチョークあった、あった、カラーチョーク今結構あるよね、色。中学生の時タブレット授業始まってた。マジで、私のとこは全然、私はまだでした。カラーチョーク、俺のとこホワイトボードに変わった。ホワイトボード。でもなんか小学生の頃さのさ、家庭科室とかはホワイトボードやったわ。黒板やったら粉がお料理に入るからやと思う。黄色、水色、ピンクのチョークがあった。あ、そうなんや。緑とかね、紫もあるんですよ。赤あぶれカルビさん、ハートありがとうございます。カラーチョークあったわ、舐めすぎ。嘘、全然舐めてないんやけど。
ピンクと黄色と青。でもやっぱりカラーは少ないな。飲み物は大事やから飲みましょう。ちょっと下行かなあかんな。カメラ隠して下移動しようかな。小寄りをしちゃうけど、ミスラの生誕、オッケー。全然いいよ。ミソラの生誕のためにおめでとう気分作ろうと思ったら、小寄りとの通称がラジオのしかない。あ、確かに。確かに、ミソラちゃんもないんです、私。通称。撮ってないし、ほんで。キャンプとかでも。マジでないわ。リンゴ飴食べた時のしかない、一緒に。仕事行ってらっしゃい。マグネット。そう、マグネットがね、全然私が優しいとかじゃないんですよ。その、落とす時間が、もったいない。休み時間中に晴れればいいんですけど、休み時間終わって、授業が始まってからなおも手こずってる先生とかも言い張るんで、もうそんなやったら強力マグネットどこに売ってるんやと、ホームセンターとかに売ってんのかと思って買ってあげたいです。レジオのやつをなんとか。そうかな、そうかもしれへん。なんかほんまに学校の話は私本当にね好きなんで面白いですね。かわんちさん、だるまありがとうございます。声がちょっと低いんでテンション低く聞こえちゃうかもなんです。なんかもう夏休みといえばみたいなことはほんまにキャンプでできたので、手持ち花火もできたし、私のブログまだ更新されてないですよね。そう、楽しみですわ、本当に。来年も出れたらいいんですけどね。なかなか来年もう10期生がいたら、10期生がやっぱ主役になっちゃうじゃないですか。だからどうだやろ、どうなんでしょうね。そんな気持ちでございます、今。もうほんまに終わるな。今日は22日ですね。22日か。もう終わりますね、言うてる間に。夏休み期間も。9月は、やっぱり、あれがあるじゃないですか。13周年ライブ。で、あとはそれが終わってからはオンラインイベントとか握手会もあるし、割と秋もすごいイベント尽くしですよね。もうそんな言ったらもう一年中イベント尽くし、結構ほんまに忙しいというか、何やろ、なんかな、楽しい一年を。嬉しいですね、こんな。で、学校行事とかもあるから、私体育祭とかクラスマッチとか文化祭とかあるから、それも楽しみやし、時期、日にちがどうなんやろ。なんかね、うちの高校っていうか、もう結構な高校がもう多分飲食っていうかな、コロナ禍がちょっと収まったから、その食べ物系のお店っていうかな、それを出してよくなって、なんかそれを決める、うちのクラスは 何を出すかみたいな決めるので投票したんですけど、何になったか忘れました。何になったか忘れた。もう何でもいいなとか思いながら、こうやって皆さん目つむってください。
何々がいい人手挙げてくださいみたいな感じで、こういう感じでみんなが見えへんように手挙げててんけど、なんか何になったか忘れました。何になったか忘れた。もう何になったやろ。でもなんか楽しいんじゃないですか。そりゃ何やったやろ。マジで分からへん。アイスかな。あ、アイスちゃう。アイス、アイスな気がする。アイス、アイスかも。去年はね、あ、そういえばこうやったらさ、モバメにさチーズハットグの写真送ったでしょ。あれ実はね、中ねレインボーなの。レインボー、レインボーチーズハットグだよ。あのねチーズは食べれてん。これよりあのな、チェダーとか粉チーズとか匂いがするのはちょっとダメなんだけど、そういう伸びるチーズとかそういうのは OK、 デザートチーズとかも OK って思ってたら、あので食べてみました。美味しい。あ、ブログ更新されてた。ありがとう。またツイートしよう。24日劇場行くよ。ありがとう。みそらちゃん一緒に。握手会でコスプレとかやる？したいですね。握手会ではしやんかな。オンラインお話し会でするかな。どうやろ。ありがとう、日にち。肩叩かれたいから肩鍛えとく。え、違うよ、凝らしといた方がいいよ。毎日13時間携帯をとパソコンを見続けて、握手会の1週間前から携帯とパソコンを見続けてバキバキにさせとくんだよ。充実してます。おはよう。小売学校のことよく忘れる。そうそう、よく忘れる。やっぱりもう夏休み入ってさ、もうなんもさ見てないやん、学校とか。だからやな、もう忘れちゃった。ちょっと前の記憶になってしまうからさ。おはよう。そう、レインボーなチーズなんです。レインボーの写真は食べてるところのチーズが伸びた動画を撮ってもらったので、ルームスとかルームスに載せる。また今度載せたい動画いっぱいあって、編集したしやなあかんから、とりあえず私は毎日更新じゃなくてドサッと上げるタイプなので、ヨロピクミンです。今日は宿題もしやなあかんけど編集もしますね。早く載せたい。ルームス握手会はマックス可愛い私服で、そうそう、私私服が好き。結構可愛いのをする。私服楽しみな。どんなにしよう。新しい服は最近結構着てて、そう、写真もいっぱい撮ったので、いっぱいお出かけして、でその度に新しい服着たから結構新鮮な動画とか見れると思うから、動画も撮ったので、ヨロピクミンです。編集を待っててください。とにかく編集をね、目が疲れるでね、疲れる、絶対疲れる。毎日13時間凝らしときます。ダメダメ、やめときなさいよ。韓国のチーズハット、そう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 、そやねんそやねん。レインボーやってん。伸びるね。美味しかった。あれなら、あのチーズなら食べれるからさ、またなんかコリアタウンとか行った時食べたい。そうそう、動画あんねん。そうで、私ドサッとタイプやから、
ごめんな。ブームさん、真珠ありがとうございます。リアルの詳細早く出てほしいな。せやな。え、詳細、あ、どんな感じでしますよみたいな感じ。服装、服装決めなあかんな。だって24からもう応募始まるもんな。どうしたらいいんですか、あれ。どういう感じで決める。どんな感じで決めようか。みんなアクティビティとか使ってるよな。アクティビティマジむずい。どうしたらいい。まあ何とか絶対しますけどね。絶対何とかはしますんですけど、しますんですけど、あのね、載せたい動画をね、ちょっとね言うとね、何だっけ、あれ何やっけ、何の動画撮ってたっけ私ずっと。え、昨日の動画やろ。で、風来の可愛い動画も昨日撮ったやろ。あ、それチーズハットグの動画やろ。あ、あとなんか撮ったで、これ絶対なんか撮った。あ、TikTok の、の、あの、TikTok の、TikTok には載せない方。TikTok とテスト載せないバージョンで撮ったやつとか。結構あるんです。編集待ちや。TikTok とかはそのままボンって載せれる。で、フーとライのやつは音楽を載せる。こんな感じかな。ルームスはさ1000円なので、やっぱり月1000円、1100円かの元を取れるくらい更新したいんですよね。ドサッと時間とか部数とか。オンラインの服装は決まってた方が申し込みしやすい。え、嘘、ほんま？なんかさ、服装によらずさ、結構最初の土日と最後の土日が人多いなって感じたんやけど。服ちゃんと見てるんや。ほんなら真ん中らへんにいい感じの服を入れた方がいいんか。どうなんやろ、平等になるには。だって悲しいじゃん、あれ次の週がスカスカやってなったら。こよりが可愛いと思う服でいいと思うよ、リアルは。オンラインは思考を殺さないと難しそう。確かにオンラインこそさ、結構作戦練らなあかんなと思いました、私も。おはよう。ルームス撮ってない人もいるから、みんなツイッターに載せてるかな。ツイッターか、ツイッター用に動画も作った方がいいんかな。続きはルームスでみたいな。ルームスの人もやっぱり大事なのでね。うちコンテンツやけど、1100円はちょっと厳しい人もいるよね、やっぱり。動画どれも楽しみすぎてください。あ、間違えた、楽しんでください。毎日暑いな、気をつけて。ありがとう、皆さんも気をつけて。 YNN と同じくらいの値段ですね。どうしても真ん中は少なくなりがち。そうやんな、そうなんですよ。そうそう、そうやねん、そうやねん。どういう工夫をしたらいいかな。興味をそそるような名前にした方がいいですね。なるんかいって。あ、クリスマスはやっぱりね、お決まりの
あれをしたですね。オンラインは先に服装とか決まってたらみたいの申し込むからことあるかも。ちょマジでじゃあ決めやな。結構割と早めに決めやなあかんな。じゃあ今日アクティビティ頑張ってやってみようかな。ほんでオンラインの服装受付していいですか。どうですか。ツリーのコスプレ、靴下のコスプレ、なんでやねん、なんでそっちやねん。まあその方がおもろいかもな。けどさ身動き取りにくくない？ツリーとか特に。ご予定でまたコスプレ、あー何しよう、ギャル。どうしようかな。また合わせてしたいですね。私服交換とかもしたい。可愛いよね。うん、コスプレはしたいな。先輩とかもうほぼ決めていね、先輩決めていってるよね。作って画像も作らなあかんから、ちょっとじゃあ今日アクティビティ更新しようかな。頑張ってみる。アクティビティの使い方マジむずい。どうしよう。なんかさ日焼けしたからかさ肌がかゆい。多分そうやんな、日焼けやからやんな。めっちゃ久々やねんけどこの感覚。暑い。解禁症できない人は服装で選んでる人もいると思う。わかりました、そうします。ほんならアイピさんは、あ、アイピさんもう全部のコスプレ上げてるんですか。そう、私もちょっと早めに乗せやんだな。24日からもうやん。もうですね皆さん、一時受付はもうすぐスタートです。なんか結構知らん間によに日にちが進んでいって。あごさん星ありがとうございます。オンライン私服があれば行こうかなと悩み中。あ、オンライン私服、まあ私服ももちろん入れますね。やっぱりあのね、全日程コスプレやとね、着替える時間とかもあるから混ぜ混ぜしたいと思います。混ぜ混ぜ。リアルはファンにドレスコードを指定するのもありかも。ルームス見てる人だけ何かつけてきてくださいとか。ドレスコード、あ、生誕 T シャツデーとか作りたい。でも生誕 T シャツ持ってない人が入りにくいか、そういうのは。生誕でも生誕 T シャツ多分あれ持ってくれてる方たくさんいるんじゃないかな。え、生誕 T シャツデーよくない？どうですか？リアル？リアルかな？お話し会か、どうかな。それ作りたい。おはまる。全日程コスプレがはお財布が、そうそうそう。ルームストって人推し格やし、お話し会とかいろんな方に知ってもらう中にツイッターがいいかな。何がツイッターがいい？募集？コスプレ募集？ツイッターの方がいいか、どうか、どうか。生誕ティー連番するか。生誕ティーで割とあるからいいと思うね。したい生誕ティーのやつ、そうしたいの。生誕ティーないけどアップティーになる、ある。オッケーオッケーオッケー。あ、そうやな、アップティー、生誕ティー、え、どうしよう、どうしようどうしよう。アップティーデーはさすがに多分アップティー持ってる人少ないから、生誕ティーデーにするか。全然生誕 T シャツ着てない人も参加、まるまる。な、こよりふみえだね、生誕 T。 どういうこと、ボケではないよね。でもなんか
それ大事。リアルの部数とかにもよる。え、部数って一部じゃないんかな。一部やと思う。かんん、どんなんやろ。早期完売したら部数追加かな。生誕T着てると他のメンバーのとこ行きにくいから独占しやすい。すごい、着替える人おるじゃん。でもトイレでルームスで募集して結果をツイッターで告知したらいいと思うよ。そうやな、画像とか作ってな。そうしようかな。じゃあちょっとこれが終わったらアクティビティ頑張ってみますね。ほんで風来とかの動画編集して。待って、マジで何の動画あげようとしてたっけ。近々で何かありました。私直近でイベント、直近のイベント、あ、キャンプや、キャンプ、キャンプ、キャンプやん。キャンプの動画もね作ったんです。そうそうそう、結構雑、へ、下手やった、カメラワークがめちゃめちゃ。あ、10時や。ね、もうすぐ申し込み始まるね。え、オンラインはまだ始まらへんのか。リアルが始まるのか。ありがとう。また作れそうならこよりの見て画像作る。ありがとう。私も自分でも作るやな。宿題も、そうそうそう、マジやばい、宿題やばい、ほんまに助けて。猫の手も借りたいとこんなに思ったことはないわ。そう、編集、今日の深夜、そう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 、今日の深夜、そうそう、またそれも告知しますね。テレビデビュー、カットされてないければいいんやけど。男女読みます。13位ジュネットさん、ありがとうございます。12位マスオさん、ありがとうございます。11位はちみつさん、ありがとうございます。10位みゆらさん、ありがとうございます。9位まこさん、ありがとうございます。8位よしさん、ありがとうございます。7位こまどとざむさん、ありがとうございます。6位しげやんさん、ありがとうございます。5位あごさん、ありがとうございます。2位おかちゃん、ありがとうございます。3位おぎょうきさん、ありがとうございます。2位ちねありがとうございます。1位ブームさん、ありがとうございます。ありがとう、本当にありがとう。皆様 TVer で見れますんで、まあそれもまた告知します。ほんで今週の土曜日、今週の土曜日はスマイルコネクトさんに出演させていただきます。ラジオ、ラジオに佐田のはるかさんとの新人さんいらっしゃいのコーナーで出演させていただくので、それも告知しますね。またいっぱい告知したいことありますね。じゃあまたまた会いましょう。バイバイ、またねー。